スタートはとても大切だ。その日のレースの出来を占うようなものだから。もしスタートを失敗すると順位も下がり、スタート後の混乱に巻き込まれてしまう。また埃や泥と戦うことになり、ゴーグルのトラブルを招きやすくなる。ここではホールショットを簡単に奪える方法について説明しよう。例えばマクグラスを見ていればわかるけれども、彼はスタートがとても上手いので、スタート後の混乱に巻き込まれることが少ない。スタートの重要性はモトクロスもエンデューローも一緒だ。だからしっかりと見ていてくれ。まずスタートということですけども、まあ、エンデューロの場合はですね、競技時間が長い3時間4時間ということですので、まあ、それから、まあ、いろんなレベルの方が一緒にスタートするということですね。また例えば早い人がいてもですね、ちょっとスタート順位が遅いということになりますと、まあ、最初の集団ですね、そういう人たちの転倒に巻き込まれないように確実にやはり1コーナーをクリアするというのがまず大切だと思うんですけどね。まあ、ランディの場合はこの場合いい走りと悪い走りしてますけども、まあ、このようにアクセルだけ上げてドバッといってもですね、まあ、リアが流れたり非常に安定しないまま1コーナーに突っ込んでいっちゃうと、そうするとオーバースピードになって急ブレーキということになるとマシンがスライドするということになっちゃいますので、まあ、確実にトラクションを効かせた走りで、しかも1コーナーをスムーズにクリアしていくということを言ってますけどもね。まあ、この辺がそうですね、やはりマシン、リアタイが触れないように、スムーズに1コーナーに進入していくと。このようにアクセルは煽っちゃいますと、もうリアが暴れ出してですね、まあ、そのまま今度は急には止まりませんから、オーバースピードになるということですね。まあ、やはり1コーナーの転倒に巻き込まれない準備と、まあ、意識が必要なんじゃないですかね。今スタートから第一コーナー進入までの良い見本と悪い見本を見せた。この場合スタートのポジションが成功の鍵を握っているんだ。スタートで失敗した例ではアクセルを開けすぎ、コーナー手前でフルブレーキをかけていた。バイクを無理にスキッドさせたためにコーナーからの脱出速度も遅い。こんなコーナリングはしたくないよね。スタートは焦らず、なるべく早くシフトアップしてスピードを乗せよう。そしてコーナーはタイトに回ってはいけない。大きく回ろう。そうすることでコーナーでスピードを殺さずに進む。スタートが遅いと前に人がたくさんいるのでラインも変えなくてはならない。スタートがうまくいったらスピードを乗せたまま第一コーナーを回り、次のコーナーへスムーズに向かおう。もしスタートに失敗したら前のバイクの後ろについてはダメだ。もし前のライダーが転倒したら避けるためにラインをあちこち変えなくてはならなくなるだろう。このコーナーを見て良いスタートと悪いスタートを研究してレースに勝てるようになってほしい。まあ、ここでは一般的なエンデューロによくあるコーナーリングについてですけども、コーナーを進入スピードをまあ持続しながらスムーズにコーナーをクリアするというのがまあ一番理想なんですけども、どうしてもこう先が見えなかったりしますと突っ込みすぎでブレーキでコーナー曲がって、でまたストレートだからアクセル開けるというふうにこうぎこちなくなっちゃうのがまあ一般的なんですけども、まあその辺をどういうふうに走るかということを見ていきたいと思います。ここではいかに速いスピードでコーナーを回るか研究しよう。良い見本と悪い見本を見てくれ。このビデオシリーズの最初の方でも説明したけど、ライディングポジションやバイクコントロールの話をまたしよう。悪い見本ではコーナーがあるのに気がついていないために、アプローチラインはイン寄りでポジションは座ったまま腕は下げていた。
バイクをコントロールするために腕を上げたフォームはなかったよね。そしてバイクを減速させるために一番必要なフロントブレーキを使わず、リアブレーキのみを使用したためにここまでラインが膨らんでしまった。そしてコーナーのアウト側で向きを変えた。ラインはここだ。タイムロスだね。コーナーの出口でもアウト側にいた。スムーズにイン側を走るコーナリングは一見遅そうに見えるけど、理論的にはスムーズな方がコーナースピードは速いんだ。しかもバイクも自分のコントロール下にある。アウト側を走ったのは悪い見本の方だ。ライディングポジションも悪かったし、バイクのコントロールも失い気味だった。クラッチとアクセルのタイミングも間違っていた。コーナーのイン側を見てみよう。ここにとても手頃なバンクができている。バイクをバンクに乗せ素早く脱出するチャンスだ。良い見本の方ではライディングポジションも良く、フロントブレーキもしっかりと使っていた。コーナーラインもイン側を取っていたし、とてもスムーズなコーナリングだった。ダメな見本ではラインはアウト側に取っていた。見た目には速そうなコーナリングだけど、実際はタイムロスがあり遅い。コーナーはよく観察してできるだけスムーズに走るように心がけよう。遅く見えるだけでこちらの方が速いんだ。エンデューロで待ってもですね、やはりこの縦のバウンド、今このコーナーの進入手前にうねりがありましたね。ここですね。この後やはり必ず現代の場合はキックバックリバウンドを踏むわけですから、やはり基本はこのバウンドに対して耐えれるスタンディングフォームですよね。これを確実に形成しながら次のコーナーを回るということであってですね、まあ、ランディの場合はその辺の進入スピードを持続するっていう言ってもですね、そのコブのキックバックリバウンドを抑えた通過をしないとですね、ターンはスムーズにいかないと思うんですけども、まあ、あとこのようにむやみやたりにアクセル上げて走ってもですね、速く走ってるのは本人だけというふうに思ってるだけでですね、まあ、スムーズなライディングが結果的に安定して、進入スピードを持続できるということにが言えると思いますね。僕が解説するビデオでいつも言っていることがある。それはしっかりとコースを見るということなんだ。ここはその見本となる絶好なセクションだね。良い見本と悪い見本を見せよう。多くのライダーは前のライダーが間違ったライン取りをしていたとしてもそれに従ってしまう。これはどうやら人間の本能のようだ。でももししっかりコースを観察していたら違うラインを見つけることができるだろう。前のライダーがこちらのラインを選んだとしよう。こちら側には彼を追い抜くための絶好なラインがある。僕なら迷わずにこちら側のラインを選ぶだろう。コースをよく見て走ることで君は知らない間に速くなるだろう。まあ、ここではコーナーといってもですね、 SG、もしくはよく試験員とかありますね。この場合ですね、どうしてもこの S 字っぽく外側回って外側回ってっていうコースなりに回っちゃうんですね。あとまた前の集団が皆さんそういう風に走ると、どうしても一般の方っていうのはそれと同じように走っちゃうんですけども、まあ、これ、まあ、ランディはですね、まあ、このようにですね、アウト側アウト側という風に、コースなりに、走っちゃうというんですけども、まあ、それをですね、最短距離で走っていくっていうのが前の走りということなんですけども、まあ、こうなるともう本当にまっすぐカットして走るのと外側を走っているのじゃもう全然別のコース走っているのと同じですよね。
繰り返しになるが、コーナーリングテクニックについて話をしよう。ここにはウォッシュボードが続いている。僕はウォッシュボードを走るのが得意だから、良い走り方と悪い走り方の違いをよく見てほしい。ここでは滑りやすいコーナーをターンしてからの、連続ジャンプですよね、ダブルジャンプみたいなものと、またコブがあって、でターンしてからの、タイヤを利用した、ウォッシュボード的なセクションですよね。これ今ランディは悪い例でやってますけども、ここがいい例ですね。こうスムーズに一個一個ジャンプを安定させて走ってと、でスタンディングでクリアですよね。それから今度連続ギャップ、ウォッシュボードというかですかね、これ腰を引いた状態で走れと。で、これオーバースピードで突っ込みすぎると、タイムロスして、でまた次コーナーに入るまでに、時間がかかると。で連続ジャンプも安定しないということですね。セクションのある場合はですね、その手前のコーナーは確実にクリアしていって、そのセクションの準備をするということが、そのセクション通過を安定するということになりますね。コースの始めはとても滑りやすく、トラクションをかけにくい。何度も言うが、スロットルコントロール、ブレーキコントロール、クラッチコントロールが重要だ。バイクの勢いを落としてしまわないように気をつけよう。先ほど見せた悪い見本を覚えているかな。ジャンプは座ったままで、ランディングの時のポジションが正しくなかったために、バイクのサスペンションを有効に使えていなかったよね。第一コーナーでは腕が下がっていて、姿勢が正しくなかったためにブレーキングでバイクは方向を失ってしまった。第二コーナーにはオーバースピードで進入したためにベストラインを外してしまった。しかもコースまで外したために、コースに復帰するためにバイクの向きを変えなくてはいけなくなった。これらのミスは全てタイムロスにつながる。ライバルがミスせずに君だけミスを犯せば、4時間後のゴールでは彼が君より早くフィニッシュすることになる。ここのウォッシュボードはコブとコブの間隔が狭いために、一度に多く飛び越すことができない。悪い見本では、僕は座ったままのフォームでウォッシュボードを通過したために、コブごとにバイクが上下して不安定だった。またバイクに勢いがなく、コブを一つ一つ乗り越えていた。これではダメだ。良い見本ではバイクをうまくコントロールしていたので、バイクがトラクションを失うことがなかった。そしてスムーズにコーナーをクリアしていた。スムーズなコーナリングは派手なコーナリングよりもタイムはいい。見かけは派手な方が速そうだけどね。スムーズなコーナリングはバイクの勢いが失われることはない。コーナー手前でやや早めにブレーキングを開始する。アクセルとクラッチでバイクをコントロールしながらコーナーを走り抜ける。そして続くウォッシュボードもスタンディングポジションをしっかりと取ろう。フォームが良ければバイクは安定してセクションをクリアしていくはずだ。できることならコブはダブルジャンプでクリアしていきたいね。でもここはコブ同士の間隔が狭くて無理みたいだ。走り方としては、一つ目のコブをクリアしたら前輪を路面の平らなところに落とさずに次のコブの上り面に落とそう。するとバイクはフロントが上がり気味になり、次のコブがクリアしやすくなる。これが正しい走り方だ。もう一度ビデオを巻き戻して、良い走り方と悪い走り方を見比べてください。きっと違いが分かるはずです。スクールではヒルクライムの方法について多く質問を受けた。ヒルクライムではまずスロットルとクラッチコントロールを考えなくてはいけない。コースによって走り方はいろいろあるが、とにかくスロットル、クラッチコントロールができていないと登ることは難しいだろう。勢いに任せてのヒルクライムは簡単だ。だからスクールでは上り坂の始めからヒルクライムをしてもらった。ビギナーとエキスパートとは異なる坂に挑んでもらったが、どちらの坂もスロットルとクラッチコントロールでクリアすることができる。上りが急なヒルクライムも、上っている最中にラインを変更しなくてはならなくなった時もスロットルとクラッチコントロールが君を助けることになるだろう。
僕が説明したことをよく理解してほしい。そしてスクールの生徒たちの走りをよく見てほしい。ここでは上りの走りということなんですけども、まあ、練習の意味も含めてですね、上り坂の途中からですね、こう再発進ということなんですけども、まあ、この時はクラッチワークとアクセルワークの使い方ですね、この辺とあとまあ重要なのはこのフォームですよね、まあ、ランディの場合は腰が引けてないというか、まあ、多少後ろにあってもリアカジにならないという点が重要ですね。まあ、生徒さんの場合はやはりこうシート位置が同じでもですね、この乗ってる位置が結果的に後ろに行っちゃってるんですね。リアタイヤに乗っかっちゃってると、まあ、フロントは上がるわね、左右のバランスは崩れちゃうということで、まあ、あと今度、まあ、こういう感じになっちゃうわけですね。クラッチワークとアクセルのタイミングですね、まあ、回転はあんまり上がらない状態でクラッチをミートすると、まあ、その時にその自分の体がですね、体重がリアタイヤの方に行かないようにいいバランスを取りながら、そこでの左右のバランスも同時に確保するということが大切だと思いますね。まあ、これは少しなだらかに初心者用ということでやってますけども、まあ、この場合はもうある程度スピードを上げた方が、登れる坂ですからね、まあ、そちらの方がかえって安定するということでしょうね。ランディの場合はですね、やはりこのリア荷重にならずにこの斜め前方に乗ってますね。エキスパートライダーたちがトライした上り坂ではたった一人しか成功しなかった。クリアした生徒はスロットルとクラッチコントロールがとてもうまかったんだ。他のライダーたちもよく頑張ったが、もっとスロットルとクラッチコントロールの勉強が必要なようだ。ビギナーライダーがトライした坂は難しいものではなかったので成功者は多かったが、彼らはもっとバイクのスピードを上げなくてはならない。僕の走りを見てほしい。一度バイクが走り出したらできるだけシフトアップしている。ギアが高いほどスピードは高く、トラクションも取れる。たとえシフトアップしてもスロットルとクラッチコントロールはしっかりと行っている。次にライディングポジション。上り始めでは僕の体重はフロントにかかっている。バイクが後転するのを防ぐためだ。一度バイクが坂を上り始めたら体重はフロントから中間ぐらいに戻そう。体重移動はフロントからニュートラルに戻すより、ニュートラルから移動する方が楽だ。またニュートラルポジションの方がリアタイヤのトラクションが得られやすい。そしてなるべく早くシフトアップするようにしよう。たとえ向かった上りでも走り方は同じだ。スロットルとクラッチコントロール、そしてシフトアップでスピードが乗ったら、あとは自由にラインを選ぶこともできる。レースは頭を使って走ることが大切で、やみくもにラップを重ねることではない。さあレッスンの続きをエンジョイしよう。今度はガレバの走り方について説明しよう。ガレバではコースをよく見ることが大切だ。岩の上ではトラクションをつかむのは難しいからね。コース幅を有効に使おう。前にも言ったことだが、人の後ろについていってはいけない。コースをよく観察して良いラインを見つけよう。そしてバイクの勢いを持続させることに集中しよう。もしガレバでバイクを止めてしまったら、再スタートがとても困難になる。まあ、ガレバの上りということですけど、まあ、ここではまあロックセクションっぽいところですけどね、まあ、よくエンデュロにあるセクションですけどもね、まあ、やはりここではですね、やっぱいいラインを選ぶっていうのはまあ当然のことなんですけども、まあ、ランディ3通りのラインを走ってますけどね、やはり左右のバランスっていうのは、前後バランスが取れて初めて左右のバランスっていうのが取れるもんですからね。ランディはその分このスタンディングフォームも安定してますし、シティングでも安定してるから、やはりこのガレバに対して挙動が安定するということなんですね。実はこれをその通常のスタンディングフォームができてなくて、左右のバランスだけでバイクに乗ってますと、
まあ、この車体が結局は安定しないということになっちゃうわけですね。まあ、一旦止まっちゃいますと非常にこれはもう脱出困難なのがこのガレバでもあるわけですから、やはりこの進入をうまく持続してこのガレバを通過するというふうに心がけるといいと思いますね。やはりマシンのこの前後バランスを保ちながらですね、サスのビギニング状態をキープしながら通過すると非常に安定すると思いますね。スクールで3通りの見本を見せた。1つ目はバイクを勢いつけたままなるべく岩の少ないラインを選んで素早く抜ける走り方、2つ目はガレバを避け岩のないラインを登りクリアする方法。ガレバは走りづらくバイクは勢いを失いやすい。スクールの生徒たちははじめみんな岩の多い左側のラインを選んでしまった。僕の説明の後みんなは岩の少ないラインを選べるようになった。速く走るということはスピードを上げてセクションに突進していくということではない。頭を使って走ることが速く走るコツなんだ。そしてよくコースを観察すること。ワイドオープンでガレバに突進していきバイクが大暴れするような走り方はとてもロスが大きい。ガレバではバイクの勢いを失わないように心がけコースを観察しいいラインを見つけるようにしよう。きっと今よりうまくそして速く走れるようになるはずだ。今度はオフキャンバー走行です。これはとても難しい走りですが、ここでもアクセルとクラッチコントロールが重要です。よくコースを観察して進入とターンのポイントをビデオを見て参考にしてください。ここではオフキャンバーターンということでですね、まあ、エンデューロコースには、よくあるコーナーなんですけども、まあ、下ってからでターンして、上りということで下りコーナー少しでも上りと惰性があった方のが楽にスムーズに上れるということを体で実感できると思うので、実感してください。まあ、下りがありましてでターンしてから今度は登らなきゃならないということになりますとね、まあ、やはりこう失速状態エンスト、まあ、いろいろありますけども、やはり基本的なあの下りの走り方それから基本的コーナーですね、ターンして次から今度上りの状態を作っての加速というものを確実に作って走るということが重要ですよね。まず下りの状態で転んでいては、まあ、下りの走りができてないということですから、まあ、それからコーナーということで、まあ、コーナリング中ですね、まあクラッチを切るということは、まあ、当然必要なことであってですね、まあ、こういう時にも役に立つわけですね。下ってきてブレーキングしながらエンストを起こしたりしますから、その時にクラッチ調整ができるかどうかで、その間に今度は上りの体勢を十分整えて、加速ということでですね、やはりこの下りターン上りというふうに連動して使えるようになるということが重要だと思いますね。生徒たちはみんな坂を下った後のコーナーを曲がるためにバイクのスピードを落としてしまっていた。コーナーもタイトに回りすぎ、そのために次の坂を登るだけの勢いがバイクにはなくなってしまっていた。コーナー手前でバイクを加速させる必要はない。ただバイクの勢いをなくさないようにスムーズにコーナーを回り、その後の直線部分で加速するようにしよう。コーナーはタイトに回りすぎても大きく回りすぎてもいけない。
その中間ぐらいのラインをスムーズに回ろう。僕はスクールの中で数通りの走り方をしてみせたので、生徒たちの走りと比べて参考にしてください。ロースピードセクションでのクラッチとアクセルコントロールについて話してきた。しかしレースにはハイスピードセクションもある。今度はハイスピードセクションの見本を見せよう。ここではハイスピードのコーナーリングということになってますけども、これはちょっと奥に突っ込みすぎてブレーキングして加速と、これはいい例でのハイスピードを持続してのターンということですけども、これ全体に言えることはですね、やはりハイスピードで走る場合にはちょっとポイントを手前に持ってきた方がいいですよね。要するにターンして次の進入から今度加速に移るポイントですね、これを結構手前から準備しておくってことが重要ですよね。そうしますとそのハイスピードを持続して手前から準備できてますから、こう立ち上がりがストレート的にこう加速していけるということで、生徒さん大体がこうコースなりに、S 字のコーナーと同じですよね。同じ現象、コースなりにこう走っていっちゃうとバイクがいつまでもバンクしてて、で開けるとこうリアが滑ると。今転倒した場所ではもう逆にこうストレートの状態を作ってなきゃいけませんよね。これもそうですよね。もう立ち上がりの立ち上がりポイントでアクセル上げてますから、転倒しちゃうということになりますよね。これが奥まで突っ込みすぎるとダメだという例ですよね。これはもうここで準備をしてきて、でもう今の時点でもうストレートの加速体制が入ってますよね。日本人ライダーの多くはハイスピードコーナーに進入するスピードが速すぎる、つまりコーナーに突っ込みすぎている。みんなコーナーの奥まで進み、そしてブレーキでバイクの向きを変え、そして出口でもう一度向きを変えるラインを取っている。これでは一つのコーナーをわざわざ二つにしてしまっている。ハイスピードコーナーはスムーズに回った方が早い。僕はコーナー手前でブレーキングを完了し、早めにアクセルを開けて加速状態でスムーズにコーナーを回っている。バイクはブレーキを使うたびに前へ行こうとする勢いを失ってしまう。一度失った勢いを取り戻すことは難しい。だからスムーズにバイクの勢いを失わないようなコーナリングをした方が早いんだ。スクールの生徒たちもみんな先ほど説明したような失敗をしていた。僕が説明した後、みんなにはスムーズなコーナリングをするようにしてもらった。ハイスピードコーナーはスムーズに回ればライバルを追い抜くポイントにもなる。ライバルがコーナーの奥まで突っ込むラインを取ったなら、君はスムーズに回れるラインで抜き去ってしまおう。スクールでの僕の走りと生徒たちの走りをよく見比べてほしい。バイクに乗っていて一番楽しいと感じるときは多分ジャンプをしているときだろう。このコーナーでは安全なジャンプの方法について説明しよう。スクールでも説明しているのでよく見てください。ジャンプですけどもね、やはりこのランディが言うように、こう飛んでるときは気持ちいいというのがもうジャンプでもあるわけですけども、現代のマシンというのはやっぱりギャップジャンプの走破性がアップして、非常にこのその部分で、タイムを稼げるというのが現代のマシンなわけですけども、ただ気をつけなきゃいけないのは、その普通にただね、スキーのジャンプ的にただ斜面に沿って飛べばいいのかというと、非常に危険が伴うのもジャンプなんですね。やはりこれボーンと飛びますと前転宙返りが発生するというのが現代のマシンでもあるわけですね。ですからこの前転を、要するにリアサスのキックバックリバウンドが前転を生むことになるんですけども、それを十分調整、その自分の体フォームの中で調整するっていうことを体感できないと非常にこの危険ですよね。ですからなんでも言ってるようにですね、アクセルを踏み切り状態でアクセルを開けますけども、オフにして、でまた着地でもう一度アクセルを開けるというのが大体基本なんですけどもね、
まあ、でもいきなりこの大きいジャンプをボンと飛ぶんじゃなくて、小さいのから確実にこの飛んでいくっていうのに慣れるっていうのが非常に大切だと思いますね。まあ、台形的に飛ぶっていうのが、まあ、この現代のマシンの構造上における特性ということですよね。フロントローで着地と、まあ、これはテーブルトップですね。まあ、ダブルジャンプテーブルトップっていうのもエンデュロであっても、まあ、基本ライディングの、まあ、ジャンプでの基本ライディングということになりますよね。ビデオではいくつかの異なるジャンプを飛んでみせました。テーブルトップジャンプ、ダブルジャンプ、そしてフラットな路面に着地するジャンプ、どれもレースでは普通に見られるジャンプです。それぞれのジャンプテクニックが違います。友達のガイ・クーパーが教えてくれたことですが、ジャンプで一番大切なことは大きめに飛ぶこと。少なめに飛び、次のジャンプの上にでも着地してしまえば前転してしまうでしょう。大きく飛んでフラットな路面に着地した方がマシです。ジャンプはよく観察しましょう。2度目のトライは僕の説明の後に飛んでもらいました。みんなスタンディングフォームで飛んでもらい、ジャンプ中にアクセルを開けることを覚えました。みんなとても上手くなりました。小さいジャンプはリアが跳ねます。大きいジャンプでは上り面を有効に使い加速してみましょう。まるでスキージャンプのように飛ぶことができるはずです。スクールで生徒たちが初めてトライしたとき、みんな座ったままのフォームでジャンプしていました。しかもアクセルを閉じたままジャンプした生徒がいて、そのうちの何人かは前転してしまいました。一人だけ日本のガイ・クーパーになれるかもしれない生徒がいました。ジャンプで重要なのはスタンディングフォームとアクセル。僕のジャンプと生徒のジャンプの違いをよく見て参考にしてください。まあ一連のこの各セクションごとに解説してきましたけども、まあ、ランディも言ってますようにですね、やはりこのスタートでは確実に、あまりこうマシンはアクセルを開けすぎないで、こう安定した加速とですね、それから早めのアクセルオフで確実なスムーズな進入1コーナーを作るということですよね。まあ、それとやはりこのスタート直後の第1コーナーでのクリア方法ですよね。転倒に巻き込まれたりしないように、こう十分にこのスピードだけじゃなくて周りの状況も判断しながら確実にこの1コーナーをクリアするということですね。まあ、それからこう通常のコーナーリングですよね。まあ、これもですね、次のコーナーのどういう R をしているのか、それから次のコーナー曲がった後はどういう風なセクションがあるのかということも想定しながらのコーナリングですから、むやみやたらにこう突っ込みすぎないということですね。それから SG あるいは試験等もですね、このコースなりに遠回りせずにこう一番最短距離を走るラインというのも必要だとということですね。これはウォッシュボードですね。これはウォッシュボードだったらば、やっぱこのピッチングがこう前後にこう車体が揺すられますから、それに対応したこの前傾フォームを取っての通過と。上りではやはりこの背筋を伸ばして、こう背中丸まってると後ろに行っちゃいますからね、十分に耐えれる意識ですよね。腰を起こした意識と、そこでのこのクラッチワーク、アクセルワークでリアタイヤをこう回しすぎないということの調整ですよね。それからガレバですね。まあ、これはやはりこの、まあ、ウォッシュボードの体勢ですよね。こう前後にピッチングが起きるのと同じ体勢ですから、それに耐えれるだけのスタンディングフォームっていうのがないと、やはり強度は安定しませんよね。まあ、これはあの下りから上りの切り返しなんですけども、まあ、これは上りの方が難しいですから、やはり下りというのは
ターンしてからの上りのセクションをスムーズに加速できるって、上るだけの準備をするっていう風な意識の方が大切だと思いますね。上りの準備をした下りとですね。このハイスピードではですね、もうこの時点で進入を早めに、まあ、早めのアクセルオフですよね。早めのアクセルオフと、それからコーナリング立ち上がりを早めに作ると、そうするともう早めから加速体勢が取れるとということですね。まあ、このジャンプの場合はやはり本当に危険が伴いますから、やはり確実にこの飛んだ後のこの前輪後輪の前後バランスですね、これをこうコントロールできるまで小さいジャンプからするということですよね。今日のスクールはとても充実していました。みんな新しいことを学ぼうとする意欲が十分にあり、とても熱心で、少しでも上達しようとしているのがよく感じ取れました。僕が教えたテクニックや走り方のアドバイスでみんな上手くなったと思います。ビギナーはエキスパートライダーになろうと一生懸命僕の話に耳を傾けていました。ビデオをご覧いただければわかると思いますが、今まで幾度かスクールを開催しましたが、日本人ライダーの熱心さにはいつも驚かされます。教えている側からすれば、やる気のある生徒を教えるのはとても気分がいいものです。だから僕もつい熱が入ってしまいました。みんな素晴らしい生徒でした。また会えることを楽しみにしています。きっとみんないいライダーになっていることでしょう。